やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。アメリカの銀行破綻に関する占い、2回目です。長かったら2回目、3回目になるかも。うん。分割するかもしれないです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法なんですけれども、リニューアルして動画概要欄に貼ってあります。ご覧になって申し込みくださいませ。お知らせ3つあります。まず、オンラインサロン1個目、玉木の人生向上委員会の方は、YouTube でアップできない動画とかアップしたり、毎日の過ごし方とかアップしてます。で、ズバッとタロット。これは丁寧に意味を書きましたので、すぐに占いますよ。で、オンラインサロン2つ目、マチュール。こちらは人生後半戦を誰とどう生きるか、仕事、パートナー、お金、介護とかなんかそういうのをどうするか真面目に考えるところでございます。お待ちしております。さて、今ね、野球やってんだわ。16日の午後9時、野球を見たいの、めっちゃ見たいんだけど、これもちょっと撮影しなきゃいけなくて、ちょっと今日、昼間できなかったから、野球思いながらちょっと占うけど、さっきね、一つ目を占って、円安どうなるとか株価どうなるみたいなの、一回目で占ってます。日本の株価、アメリカの株価、暴落するのかみたいなの占ってます。今日は、リクエストをこまごま占っていきますね。もうちょっと順番、関係なく、リクエストこまごま、そのまま言っちゃいます。まず、はい、ゴマスさん。ファーストリパブリックバンクは破綻しますか？破綻するならいつ頃ですか？メインバンクとして使っている。アメリカの銀行でいいのよね。リスナーさんにはアメリカの方も多いので。いや、個人鑑定もね、多いんですよ。アメリカの方、在住の方。破綻するか、マジシャンの逆。ただ微妙、ズバッと出ました。あ、でも、この辺がいいか、大丈夫かな？破綻はしないかな？破綻度、破綻するが100だとすると、40くらいだと思う。あ、もうちょっと高いか。60。ごめん、ちょっと高くなったね、気に。でもなんか絶対破綻しそうみたいな、そこまで強い感じではないけど、60% くらいでお願いします。なんか、そうね。微妙なカードが出たね。破綻するならいつもか、ちょっと、絶対みたいな感じだ。じゃあ一番危険なのは、いつかって聞きますね。破綻するしないに関わらず、ファーストリパブリックバンク、一番危険なのは何月か。ちなみにこの前の占いでね、10月になんか株価がすごい、日本もアメリカも下がりそうみたいな感じが出たけど。3、4、5、6、7、8、9、10。大丈夫かなぁ。破綻しそうな感じは。まあでもこの中で一番危ない。この辺かね。一番の危機は、3、4、5、6、7、8月とか、11、12月とかが、確かに、4の逆とかなんか出ると。経営がまずいみたいな時には出がちだけど、うん、タワーとか死神とかではなかったね。はい。続いて、待ってました。大変なことになりそうです。はい。クレディスイスがどうなるか。これね、なんかさっき NHK のニュースでなんかやってたよ。クレディスイスが、みたいな、やってた気がする。その、どうなるか。クレディスイスの株価暴落。影響。クレディスイスへの影響。これは、確かにやばそうだね。ズバッと出ました。死神が出たね。ああ、悪い影響はあるけど、でも誰か助ける、協力してくれるカードも出てるっちゃ出てるけど、まあまあ悪いかな。うん。吊るされた男の逆。頑張っても報われない感じ。そうだね。その影響、かなり悪い影響だと思います。ちょっと、そんな表現で、ごめんなさい、曖昧な感じで。はい。良くはないね。
続いて小森さん、アメリカの生命保険会社も倒産することができますか？また保証はありますか？保険ね、保険屋さんがね、一生懸命保険入るときにね、保険会社がなんか潰れても助け合うなんか組合みたいなのがあるから大丈夫ですよってこう熱弁するけどね。どうなんだろう、どうなんだろうね。なんか一社くらい潰れるならみんなで助け合えるかもしれないけど、バタ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 ってその多くが潰れちゃったらどうなるんだろうっていうのは確かに考えたこともなかったわ。どうなるんだろう。アメリカの生命保険会社が倒産することあるか。それは怖いよね。お金はどこへ行ってしまうのって感じだね。運命の輪の逆。ズバッと出ました。倒産するところも出るかもね。でも、すごく少ないと思う。もし、例えば、一つとか、二つとか、わかんない。一つと二つ全然違うけど、うん。そんなに悲観することはないかな。これに関しては。大した不思議でも太陽だし。そこまで、銀行ほどの悲惨さは感じられないので、倒産するところももしかしたらあるかもしれないけど、うん。そんなに、そこまでではないかなっていう感じで、保証はあるか。アメリカと日本ってなんか仕組みが違うのかな、保険の、ね、会社の、なんか。どうなんだろう。これアメリカの話、アメリカの保険会社が倒産して保証はあるか。正義。ああ、あるかな？でも、ズバッと出ました。ちょっと 100% じゃないかもしれないけど、あると思います。うん、あるある。多分あると思う。続いて、アメリカの株、不動産、金だったかの3分法の投資信託を持っていますが、影響はありそうでしょうか？本当はね、特定の金融商品についてあだなっちゃダメなんです。ええ、そうなんです。ダメなのよ。だけど、ここに商品名は特に書いてないので、なんか、もやーっとした感じで占います。そんな、そういうイメージの推し信託みたいなのどうなの？フードの逆。ズバッと出ました。あ、でも、そんなにむちゃくちゃ大暴落してみたいな感じではないかな。株、不動産、金。フールの逆だから、なんかちょっと、そうね、変な動きとか、あんまり良くない感じは、キーのカードであるけど、なんか、細かいカードが安定、どっしりしてるから、まあ、なんか悪い影響があっても、ちょっとかな。そんなに、悲惨な感じはしない、これは。うん。続いて、山本さん待ってましたに、銀行破綻は日本の銀行まで飛び火するのか、日本の銀行も破綻しますか。で、同じく、ごめんなさい、読めないよ、馬の大馬さんの方。ごめんなさい。このくらい読んでって言われちゃうかもしれないけど、読めない、ごめんなさい。お名前読めない。リーマンショック後最大規模の破綻。この破綻はリーマンショック級の状況を世界に招く。か招いた場合大量解雇などが起こってしまうか、で日本の銀行系は大丈夫か、地方バンク、メガバンク、その他、破綻があり得る場合、預金保険機構による預金保護1000万円までは機能するか。1000万までなんだ。そうなんだ。1000万までなんだね。なんかめちゃめちゃ持ってる人ってどうなるのこれ。例えばなんか何億とか持ってる人、保証されないよ、これ。消え去るの、これって。私はそんな何億も持ってないけど、持ってる人とかどうなんだろうなって思っちゃった。で、これが引き金となって将来、誰で金融システムが変わってしまうか。で、お任せ、IT 技術開発が停滞するか。円高を招く。円高の場合に日本にとって味方となるか。アメリカで大統領交代が起こるか。なるほど。はい。だから山本さんとこの大馬の方を一緒に占っちゃいますね。まず、じゃあ、リーマンショックからいきます。この破綻はリーマンショック級の状況を世界に招くか。
金のカードでリーマンショック級のを招くかって、イエス可能で、下にその大量解雇とか見ようかな、うん。一気に見ちゃおう。これ、いや、一気に見ない方がいいか。まあ、いいや、ちょっと、なんとなく。まずはリーマンショック級。リーマンショック級に、ね、なるんじゃないかとか言われたりしてますけど。恐ろしいことですよ。太陽、は、太陽の下に死神、なんだなんだなんだ、ズバッと出ました。あー、リーマンショック級ではないかもしんないけど、やけに明るいカードが出たな、太陽って。うん、そこまでではないけど、でも、そこそこやばいカードは出てるよね。豊かさとか、調和が乱ね、なくなるようなカードが出てるので、そこそこ暴落はすると思うけど、リーマンショック級ではないと思う。うん。待って、落ち着け、みたい。そこまでではない、安心して、みたいな感じを受けた。うん。じゃあ、脳だから大量解雇はいっか。多分大丈夫だね、多分ね。じゃあ、日本の銀行系は大丈夫か。地方、メガバンク、その他、3枚並べます。地方、メガバンク、その他。地方、メガバンク、その他。大丈夫かな？ズバッと出ました。なんか地方銀行が若干、力強さを失いそうだけど、日本の銀行は破綻しないと思います。はい。大丈夫だと思います。なので、破綻する場合も見なくていいかな。うん。これが引き金となって将来、裏で金融システムが変わってしまうか。これはどういうカードが出たら、まあ普通に肯定するカードが出たらイエスでいいか。金融システムが変わるか。いや、こういうことがあるからさ、岸田さんが一億総、なんだっけ、投資しろみたいな。怖いよね。なんかさ、こういうことが起きた時に慣れてない人だとさ、わあなんかすごい下がったし、怖い怖いみたいに。なんかもう、損した瞬間慌ててみんなで売っちゃうみたいな。なんかさ、ね、耐えられずにみたいなことが起こっちゃいそうだからなんかね、なんかこう、不安定じゃん。投資の世界も今、なんか昔みたいにこうみんな、右肩上がりでみたいじゃないからさ。金融システムが変わるか。ああ、それはある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 。イエスイエス、ズバッと言いました。うん。裏でっていうか、正々堂々変わるかもね。わかりやすく。タワーとか死神とか出てるから、よっぽど変わると思う。変わると思う。うん、そうだね。うん。はい。お任せ。占うお任せも。IT の技術開発が停滞するか。銀行破綻により、IT の技術開発。まあ、これはアメリカでいいのかな？メインは。そうだよね。そうだね。そうだね。ズバッと出ました。うん、これはイエスですね。うん、停滞すると思う。うん。また復活はしそうだけど、停滞しそう。円高を招くか。これね、さっき占ったんだよ。円安円高。途中から円高になりそうなんだよな、んだよね。だ円安円高はさっき占ったので、もし円高になった場合、日本にとって味方になるか、こっちを見ます。もし円高になった場合、日本にとってそれはいいことか。恋人。ああ、良さそうだね。でも、ズバッと出ました。ああ、円高になったら良さそうですよ。日本にとって味方となるか。イエス！はい。じゃあ、これをきっかけに大統領交代が起こるか。何してるんですかみたいなね。うん。こんな経済の、なんか金融の危機を招いて、そこまでになるかわかんないけど、うん。どうするんですか？責任取ってください、みたいな。大統領交代になるか。でも肯定するカードが出たら、とか、激しめのカードが出たらそうかな。大統領交代。脳かな？
うん、怒らないと、ズバッと出ました。怒らないと思います。はい。続いて、シリコンバレー銀行、あ、これ、ツイッターにいただいたやつね。シリコンバレー銀行は、もともとトランプ大統領の娘が取締役で民主党に追い出された経緯があり、今回の破綻劇に一枚噛んでるかどうかを、なるほどね。トランプさんの娘とか、うん、その辺がこれに絡んでるかとか、どういうカードかな。まあ、これも肯定するカードが出たらいいですかな。絡んでるかどうか。死神の逆、審判。ズバッと出ました。関係あるかもね。かもね。強めなカードが出たね。死神の逆とか審判とか悪魔とか。これイエスかもね。ちょっと事情は全然分かってなくて。文字だけで占ったけど、イエスかもね。あ、ご質問一個読み忘れてた。リータさん。1. 日本銀行の破綻があるか。日本の銀行は日本銀行じゃない。日本の銀行破綻があるか。2. リーマンショック以上の不況が来るか。あ、これ読み忘れたから、ちょっと前の方の質問のとこに貼っときますね。一緒に。